はあ、いいなあ。うちからライブのステージが見えるって本当にすごいよね。昨日の夜もリコちゃんとおしゃべりしながらステージを眺めてたんだ。いつも見ている風景の中にアクアのステージがあるのってやっぱり特別って感じがするよね。この海も海岸も毎日見ているけど、日によって見え方が違っていつ見てもいいなーって思うんだよね。サマーライブをここでやるって決めてから、みんなとどんなライブにしようかって考えたりするのとか本当に楽しかったな。こうしてみんなでいっぱい考えて準備して、いよいよライブ本番だってなると本当にワクワクとドキドキが止まらないんだ。今朝もすっごく早く目が覚めちゃったから、準備運動じゃないけど砂浜や波打ち際を走ったりしたんだよ。いつもの景色だけど、ステージがあるってだけで全然違うように感じて最高に楽しかったんだ。この弾けるみたいな胸のときめきをライブに来てくれた人みんなにも感じてもらえたら嬉しいな。よーし、このワクワクとドキドキを思いっきり弾けさせるぞー。